ナミさん、どうも、こんにちは。今日の事件はインターネット回線がご近所一帯悪いということで、いやー、やっぱりね、この時代インターネットの回線が悪いといろいろと不都合起きますよね。インターネットインフラの整備そして強化は国防にも関わるこれからの問題なのかなと思いますんで、しっかりとね、岸田政権では予算をぶち込んでいただいて、財政出動していただいてですね、まあ水道の配管の入れ替えもそうですし、老朽化したインフラ、そして強化すべきインフラの投資に先駆けていただきたいなと思いますよね。まあ個人的には新潟のインターネット回線が強化されるとナミさんとのやり取りも増えるんで嬉しいかなと思っております。で、今回はですね、 G 人材と L 人材という話をしていただきましたけども、グローバル人材ね、そしてローカル人材、私は間違いなくもローカル人材として今やってるのかなと思いますけども、求めていたのはね、私もね、グローバル人材だったはずなんですよ。世界を股にかけてなんとかかんとかっていう風なつもりでインターネットの世界に入って活用してきたつもりだったんですけども、逆にローカルで活動することもできるなと。で、私はライフスタイルがローカルに合ってるなと。そこはですね、やっぱこう家族間にもあるのかなと思います。まあ私の人生の軸はやっぱ家族にあるわけなんですよね。もともとはその即家塾ってものが自分の精神的な家族にならないかなと思ってたし、そういうふうに考えてはいたんですけども、実際自分の血を分けた家族ができると、まあ、その家族のためにね、やっぱこう命を懸けていきたいなという、奮い立つ気持ちが湧いたりするものです。まあ、以前はね、顧客のために死ぬみたいなね、キャッチコピーを、まあ、作り出して喧伝したもんですけども、その頃は私は何もなかったんでね、やっぱりその私のところに集まってきてくださる、まあ、お客様というかね、相談者の方が私の命を傾ける、全てを傾けるべき存在だったんですけども、今は、実際の自分の家族ね、自分を頼りにしてくれてる家族のためにできることはまああるんじゃないかなと思いながらの日々でございます。まあそんな感じですかね。だからローカル人材として、もっと言えばローカルの中のもっとローカルですよね。もうニッチな、ニッチローカルという言葉があるのかどうかわかりませんけども、もう隙間の隙間の隙間みたいな存在としてね、まさに隠居暮らしをしていこうかと思います。それでは次の事件までごきげんよう。